今別町浜名付近の今別バイパス。国道280号は青森県青森市から北海道函館市に至る一般国道である。青森県は青森市から東津軽郡外ヶ浜町で一旦途絶え、津軽海峡の海上区間によって北海道へ至り、北海道口は正木郡福島町から国道228号と重複して函館市に通じる。北海道には 国道280号の単独区間がないため、実演長区間は青森県だけにあり、国道280号の標識も青森県内のみに立つ。会場区間である、青森県外ヶ浜町の民間屋港と北海道、福島町の福島港間は、かつて三福航路と呼ばれ、1937年設立の青森商船株式会社により1965年に、 フェリーが就航されていた。その後1967年に東日本フェリーがこれを引き継ぎ、青函トンネルの建設資材運搬にも利用された。青函トンネルが開通以後は、民間や福島間を結ぶフェリー航路の役目を果たしたことから1998年以降休止しており、就航再開のめどが立っていない。外ヶ浜町と福島町では、この航路を運航する フェリー会社を募集している。また、道路トンネルとして、青函、第二トンネル構想がある。津軽半島北端の民間屋港と北海道、まさき半島南部の福島港を結ぶ区間は、海上区間である。現道青森県、北海道と道総合振興局内、真鍋バイパス、内真鍋、よもぎたバイパス、よもぎた、かにたバイパス、青森県今別バイパス。ありがとうございます。